お疲れです。お疲れです。今日はちょっと真面目な話。はい。まあ、サムネにもあったと思うんですけど、まあ、コロナ。建設業の話だけど、まあ、コロナがうんぬんっていうのは、まあ、いろんなね、YouTube で撮るんで、まあ、そう話ししんでもいいと思うんですけど、やっぱ建設業これからどうなるっていうのは、まあ、親方の子とかさ、はい、2、3人、5人、10人使っとる子とか、まあ、俺もそのね、学者でも何でもないもんで、ちょっとわかんないんですけど、自分の周りの経営者とか、まあ、お前も結構ね、いろんな経営者と喋る機会が多いからね、はい、足早さんとして。はい。まあ、ちょっといろいろその辺の話ができたらなと思うんですけど、どう？実際に、じゃあコロナの影響って。めちゃくちゃありますよ。今出てきたよね。第3波って言って、今、ちょっと見とる感じでは、毎日1500人超えとんだよな、この2日間。12、13。で、12、13の数字は1500人超え。そう。一時期だってもう、数百人ぐらいまで下がっとったの。で、今これちょっと第3波って言って結構伸びて、うちの動画でも何本かコロナのやつ上げとるよな。上げてますね、結構。実際建設業これからどうなんだねって言って。でも前の、じゃあ建設業の人ってどんな感じで言っとる？あ、忙しいところは忙しいですけど、うん、うん。暇なところは暇ですよ。出てきとるよな。ただ、忙しいところも、単価を下げてまで仕事取ってるんで、うんうんうん、その前と比べたら全然違いますよね、うんうん、金額的なもので言ったら、うんうん、で多分その下げないところっていうのは仕事は取れなくなります。安くても使ってくださいっていうところが増えてきとるから。そうですね。あの一つはさ、はい、俺ら民間の仕事はさ本当てきめんじゃなかった。コロナコロナってわーって騒いだ時に、はい、ズゴーン下がったんだよね。で、2、3、4、5、6、7、8、9ってやっぱ暇で、はい、俺はだんだん持ち直してきとるんだわ。何って言ったらもう今あんまりニュースでもやらなかったでしょ、コロナのこと。あー、飲食店も、まあひどいけど、俺も行くとはい、ちょろちょろ戻ってきとるじゃん。戻ってきてますね、飲食業界って、はい、だから、なんか民間の方が影響はバーンって早いけど、で、結構建設業っていやコロナも、いや全然大丈夫みたいな感じだったじゃん。まあ第1波ぐらいの時とか。第1波の時、はい。第2波でちょっとやべえんじゃねえかって言ったけど、はい、俺はコロナで、いやもう来年もっとひどいよって多分前言っとったと思うんだけど、はい。実際に、やっぱ会社、はい。さんって、やっぱ今もう、経験受け取ると思うんだわ。うちの会社もそうだけど。そうなると来年の投資って絶対減るじゃん。だったら新築工場もまあやらんだろうし、はい。で、新築の方が影響今受けてんじゃん。新築は影響は受けてますけど、うん、もうそれが半分に減ったかって言ったらそんなことないんじゃないですかね。ああそう、周り見ると。いや回収の方はまだいいっていうな。まあ回収の方はもう 100% もう回収なんか計画があるもんで、うん、でまあ行って1年後2年後とかでも回収ってあの大きい新築みたいにズコーンって何千人毎日職人がいるみたいな現場っていうよりは、ね、中型の物件がねマンションとかでもまあ10階建てとかぐらいのところだと結構50人、はい、30人とか毎日動く現場もあると思うんだけど、はい、何百人現場ってなかなか少ないじゃん。なかなか少ないですね、うん、だって回収やっとる方のコンたちの方が強いんじゃないかな来年はと思うんだけど。まあ強いですね。特になんかあの、まあ、戸建てとかお客さんがおったらなんていうんですかね、もう対その B2C だったら、うん、お客さんじゃないですか、うん、無理じゃないですか、ずっともうこのコロナと、うん、その、うん、無理だよね、このコロナだから、うん、その工事はできないんだって、うん、で1年例えば10年その塗装してなくて、うん、まあ、じゃあ11年目に入りますって言ったら家もぶっ壊れてくるし、あ、そう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 、そうだったらもう絶対もうコロナと向き合っていかなあかんじゃないですか。だけど建設業って違いますもんね。その、うん、例えば1個のマンションの塗装するにしても、あ、そうだな、うん、新築とかだと特にだよな。特にですね、回収だとまだな、もう計画っていうか、まあ、そのマンションとか、ね、会社とか大きい物件ってまあ一定12年から15年ぐらいで、まあ、やると思うんだけど、はい、回収の方が動いてるっていうな。動いてますね。シールなんかもう今全然足りてないって言ってほしいな。全然足りてない、うん、職人さんがな、はい、年末はまあまあ毎年忙しいと思うんですけど、はい、全然足りてない。で俺はもう民間の戸建てをお客様の家の塗り替えというけど、まあ一定ちょっとガーって止まっとったけど、やっぱりやらなあかんもん、やらなあかんもんで、はい、依頼は来とるもんな。10月、11月なんか売り上げ例年と変わらんぐらい行くんちゃうか。あーでも11月、12月はもう今パンパンだろ。足場もシールも多分そのパンパンっすね。で、うちはまだ特に回収比率が足場も多いよな。多いっすね。で、新築の人って呼んで、この間も言っとったよな、全然仕事がねえってあいつ、うん、やっぱ新築やっとる方が厳しいと思うんですけど、これ本当にさ、第3波ってみんな舐めとるけど、愛知県でも本当にもう今すごいでな。100人超えてました。じゃあもう140人、昨日148人。マジっすか。で12日143人で、この間ハロウィンパーティーとか、まあハロウィンあっただろう、はい、で街でわーってやっとったもんで、はい、まあ、そういうのがバーって広がるよな。またなかなか難しいですよね。でも、うん、そこでストレス溜まっちゃう、うん、そういうハロウィンやなんと、まあ、や でもただまああんまりあの意識しんで、まあ、意識しんでいいっていう言葉がちょっと適正かどうかわからんけど、死亡者って増えてないんだって。で、なんかある程度対策もできとるし、はい、で、やっぱその、一般になる人もあるじゃない。早め早めに病院行くで、なりきらんのじゃない。
まあ、そういうことでも死亡者の累計ってあんまり増えてないんだよな。ただまあ本当にね、まあ経済を取るんか体を取るんかっていろいろ今問題になってるじゃん。俺散々コロナでこうだ仕事がどうだって言ったらお前バカ野郎とか言ってめちゃくちゃ叩かれてきて、今もうそういうこと書いてくるやつおらへんじゃん。それもう状況見て言ってで本当に流されるのよ。もうそういうやつこそ本当赤信号でも青信号でもみんなが渡るでみんなも一緒に渡ってくるみたいなやつがコメントバーってやるんだけど、小判ザメだ。そうそうそう。でうちはまあ一貫してまあもうできるだけ早い段階で在宅やりましょうって言って今在宅やって、まあ、在宅も今復活して、はい、在宅やっとったけどもう今会社戻して、でも営業は今在宅してないよな今の状態。まあ今現状してないです。そうそう。でお客様もうん、まあ、そこまでやっぱマスクときちっとねうがいはい、なんか手のやつとか、まあ、そういうのはもう会社で全部準備して社員全部無料で持っていけるようにして対応しとるけど、はい、まあ、今のところうちの社員から、まあ、毎日ね行って百何十人って動いてるけど一人も出てないもんな。本当に出てないですね。隠してるわけでも何でもないよな。隠してるわけでもないです。ある程度その場所にもよるよな。なんか、まあ、行く場所にもよるですよね。だってその、うん、バカみたいにじゃあ、うん、ハロウィンパーティー行くかって言ったら、まあ、そうでもないですけど、うん、まあ、バカってすいませんね思った俺もう俺今こうやってパッて見そばしたもん。じゃあバカみたいにですね。まあそう、どうしてもはいいんだよ。もう俺もうやりゃいいと思うんだよ別に、はい、だからそうそう、やりたいやつがやりゃいいし、そいつらはバカにしても何してもしょうがないもんね。そうですね。ただその、じゃあ一緒に行って、ああ、あいつがどうなこうなっていうのは、なんかコロナ差別みたいなのがあるらしいじゃん。はい。わかるけどな。ただでも、うん、まあ、なんていうんですか、うちの人間って、特に営業の子な、なんかそうじゃないですか。うんうん、その、うん、お客さんのところ行かなかった。うん。だからその、かかったら絶対行かないんじゃないですか。はい、行かないよね。でも、個人、自主的になんか別にそういう、あんまりなんか大勢の居酒屋行かないとか。ああ、そうそうそう。で、なんかやってますもんね。やってるやってる。で、会社の会議とかももちろん今ないし、はい、集まりの飲み会もないし、そう言って、俺はまあ、仕事飲むで結構飲みやりたりしとるけど、はい。まあ、ただ変なとこ行かんもんな。やっぱ気をつけておるよな。マスクも常時、車にも常時しとるし、はい、うん、まあ、移動中は、シーンとか、まあ、まあ言って俺もケチな方だもんね。電車とか地下鉄もこう最近乗らんもんな。だって俺がなったらもう会社終わりだもんね。まあそうっすよね。まあ言って、はい、そのだってね、社長がなったって言ったらその印象も悪いやん。印象も悪いです、うん、はい、まあそこは気をつけとるけど、でもまあ、はい、ね、やっぱビジネスでやっぱりこれから本当にアンテナ伸ばしていかんと生き残れんと思うの。はい、俺来年本当にもっと厳しい。俺の知り合いのもう何十億もやってるような社長さんたちはみんな言っとるのはこれから 1,2 年もっと厳しいんじゃないって言って今よりひどくなるって言ってもね。俺本当にこの間足場売りに来た子が言ってたじゃん。はい。まあちょっと遠くから足場売りに来てくれたことをちょっとコーヒー飲んだんだわ。あのインスタとか YouTube 見て売りに来てくれたんだろ、はい、あれ。そうですね。で足場材買ってるんだったら 買ってくださいって言って来てくれた経営者の子が、はい、もうその子が言ってたのはもうその子もアンテナ張り巡らして、はい、もう次世代足場にもう切り替えていきたいって。そうですね。言ってました、ね。で 100% の足場材料をもう 50% ぐらいにして、はい、次世代足場やっぱ先行で投資かけて。はい。で、そういう仕事をやれるようにって今準備してます。はい。行って暇ですけどって。はい。で、こういう時に逆に金ぶち込んで挑戦していきたいって、ああ、すごいな、立派だなと思って、はい、コーヒー飲みながらちょっと喋ったけどさ。はい。だけど俺もそれと同じで、その子もちらっと言ってたのは、やっぱ小さい仕事大事にしとったからうち強いって言って。ああ。ちっちゃな塗装屋さんから戸建てとかね、足場とか、大きい物件ばっか大事にしたんじゃなくて、はい。もう100社、200社ぐらい降りてたかな、お客さんが。はい。で、ちっちゃい足場まで全部、今でも、いや、大変じゃん。戸建ての足場ってさ大変ですね。だけど大きいやつから何百万っていう足場の方が楽じゃん。はい。打ち合わせも1回ですし、はい、だけどちっちゃいやつも全部打ち合わせみたいなんじゃん。はい、全部やろう、うん、だからまあそういうことでやっぱ切り替えていかんと、じゃあどうやって自分たちの5人というか10人でも100人でもいいんだけど従業員が、はい、どうやってそのまずその攻めじゃなくて守りじゃん。はい、うん、でも社員を守るためにどう経営者が攻めるかだよね。そうですね。で俺も散々も周りに言われたとか、まあ、社員にまで言われたじゃん。はい、社長何やっとんだ。でも今があるのってじゃ何って。やっぱその時に動いた、うそうですね、動きからね、いろんな仕事の話も出とるだろうし、はい、付き合いも出とるだろうし、準備もしとっただろうし、うん、YouTube もそうだよね。うん、まあじゃあもう動画だからって言って完全に止めて、もう1年間止めるのも別に良かったわけじゃん。そうですね。でも止めたら今みたいに10万人になってないですし。まあなってないしね。はい、でそこからの仕事もすごいあるじゃん。そうですね。でこういうコロナの時期だからこうやってやっぱ暇だからって、それこそ求人道場の人もそうじゃん。やっぱインスタとかの仕事決まりましたとか来てくれるじゃん、はいはい、でそういう子たちもやっぱ今会社が暇になったから会社がまあクビっていうよりもなくなっちゃったって結構多いんだよな。多分3人4人で会社にもなってない子とか、はい、職人の世界って結構多いじゃん。多いですね。でまあ暇だもんでって言ってちょっと自分で探して、あ、ね、こうやって求人道場のおかげで仕事決まりましたとかも結構ちょこちょこ俺は来るんだよな。聞いてます、はい、
お前は俺の目撃情報とか来るんだろ、インスタに。来ます来ます、全然来ますもうインスタにどこどこで見ましたでもこうやってさ、インスタでやっぱこうやって声かけて回ると、ああこういうのやってよかったなって、こういう暇な時だから、そんな暇な時に求人なんかうまくいかないですよって言うけど、暇だからこうやってこういうところにちゃんと登録したい人たちが、そうそうそう、で、ね、暇でもまあじゃあ職人抱えてちょっと利益出んでもってさ、単価安くてもやればいいと思うんだわ。で、まあ、今の時だからこそ単価下げて入りますよ、暇だったらもう別にただでもいいわけよ、職人従業員休ませるぐらいだったら給料だけになってもいいですかって言って仕事してもいいと思うんだよね、はい、だからそういうことやれば、うん、まだまだこのコロナの中でチャンス転がってんじゃねえかなと思うんだけど、これでも俺もう長引くと思うよ、建設業。まあ俺は楽観視しとる人もおるけど、厳しい意見の方で動いとった方がいいんじゃないのと思う。なあ、もう1、2年はもうここを見定めて、そう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 、はい、まあでも本当にもう第この3波出てきて、こんだけコロナがひどくなっても、そんなに国もうブワーって助成金やなと思うよ。あの GoTo キャンペーンもなんか、愛知県専用の GoTo キャンペーンとかあるじゃん。はい。だけどじゃあ建設業にそれだけの、じゃああれやるかだよな。まあ多分ないと思います。そうそう。リフォーム会社ではなんか10万円ずつ金配ったじゃん。あれでやっぱりリフォームの内装環境がめっちゃ流行ったらしいの。はい、だけど俺ら建設業でも外回りのもの、はい、民間やってる人たちはいいけど、じゃあ大きい建設会社って企業じゃん。じゃあ会社への給付って大きい給付ってもうないじゃん。今まであったけど、一定数百万円レベルでしょ。厳しい覚悟で折った方がいいよね。まあ来年とかなんかもう僕らの中でも、うん、仕事がないって、その、うん、でっかいところやるところは、うん、特に決まってないもんです、うん、3分の1ぐらいまで減ってきちゃったとか言って言われます、ね、言っとるよな、はい、うん、だからそこでどこまでプライドを守っていくかだよな。まあそうですね、うん、プライドを守っていくのか、もう単価なんかもういくらでもいいって、こういう時だからこそ売れるっていうのもあるんでね。まあ、もうどうせ社員が余っとんだから、俺で言ったら例えばこれ100円の原価だったらさ、はい、まあ今普段は200円で売ったわけじゃん、はい、余っとんだったら、はい、もう100円でもいいで一回食べてみてくださいみたいな、もうタダでいいっすよっていうのは、はい、まあ、100円みたいなもんじゃん、はい、でもこれあ美味しいねって言ったらまた次買ってくれるかもしれんじゃん、はい、で、まあ、こういう時だからこそ俺別に単価下げいいんじゃねえのって言うけど、単価下げん人もいるじゃん、一回下げたらもうずっと下げなかった。いや違う、それはそれは違うと思うからな、はい、だからまあね、いろんなけ、まあ、こうちを見てくれとる子は結構ね、5人10人ぐらいの親方とか見てると思うけど、単価はね、あの上がってったら勝手に上がってくる、うん、俺はでもそうだもん、もうお客さんのとこじゃもう下げますって言ったからってずっと2回目3回目まで下がるわけじゃないじゃん、はい、うん、1回は安く売っても、まあ、ちゃんともこれちょっと本当に金残んないんですよって、やっぱり利益くださいって言ったら、はい、もらえるんだろ別に。もらえますね、ちゃんと相手も人間だからさ、人間です、うん、いい仕事をしとりゃさ、予想がいくらです、大体いくらぐらいですよねって、はい、うちこれ1回目2回目だもんで、この値段でやったじゃないですか、はい、で次はまあこれだけとは言わんけど、まあ、まずこれぐらいもらえないですかって言ったら、はい、まあ、いい音大体人だもんで言うよな、大体全然言いますね。でもまあ見積もり段階で渋いお客さんとかいるじゃないですか、うん、その安いところと、うん、でまあいつもまあ1回目2回目安いもんで、まあ、うん、まあ、今回だけはどうしてもちょこのうちの単価でやらせてくださいよって言うと、いや全然やらせてくれますよ、やっぱ、うん、やらせてくれるもんな、多分な。そう、付き合いですよね、どうやって付き合ってるかにもよるっす、うん、まあ、一生懸命やったらでも絶対ちゃんと返してくれると思うけどな、はい、俺もそうだもん、下請けさん、協力者さんいっぱいおるけど、はい、きちっとやっとるとことやってないとこって言ったらさ、はい、あ、なんかあんだけやってくれたんだなって、あ、今回助けたのかなとか、はい、やっぱなるじゃん、それはまあ大事なのかなってみんな思います。ちょっとまあいろいろ喋ったけど、まあ本当にね、多分コロナも俺はまあそうやって楽観視はしてない。もうまあ第3波第4波とかどうでもいいけど、こう上がったり下がったり、まあ下がるってことはまあなんかまたみんなの意識が高まって、はい、ちょっと出てかなくなる。そうですね。でまた緩んできて上がってくみたいな世界じゃん。で3波4波5波な。そうそうそう。なんかでね、あのワクチンができたらどうのこうのってあるけど、はい、だからって言ってもすぐなんか俺良くなるっていうもんじゃないと思うんだよな。うん、まあ生活様式って絶対変わってくると思うよね。はい、結局だってインフルエンザとかそうだよな。なんでまあすぐなんかもういいわっていうよりは、最悪の事態をやっぱ想定して今自分たちがやれることをやっていくのがいいんじゃないかな。これからそんなに俺企業でも200万もらえたとか100万もらえたとか結構あるでしょ。ああいうのはもうそんな出んと思うよ、会社に対しては。で逆にああいうこれ買うんだったら、あのこれを例えば買うんだったら GoTo キャンペーンなんかそうじゃん、はい、1万円のもの買うんだったら5000円国が上げるよみたいな、はい、民間のその需要を高めるためじゃん。だから建設業で言ったら、例えば設備投資500万円の改修工事やるんだったら100万円分の改修の値段国が助成しますよとか、はい、そういうのが出てこやいいと思うんだけど、はい、だけどもう産業的にもっとひどいとこいっぱいあるじゃん。そうですね、うん、あの飲食業界とか旅行業界とかも、もうもっと大ダメージだもんね。なのに建設業に来れるかって言ったら絶対無理ですよ。来れんと思うよ、はい、そんな感じです、はい、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。
まあ、チャンネル登録って本当してほしいよな。でも最近減ってますよね、うん、これセミナーが本当にさ数字伸びんけど、まあためになるって言ってくれとるでね、こういう真面目系の動画撮っとるんで、うん、あの数字は伸びんけど、せめてコメントだけでもぜひ残していってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、この度です。